ルジニキの惨事は、1982年10月20日に、ソビート連邦の首都モスクワにある、セントラルレーニンスタジアムで行われた、UEFA カップ2回戦、スパルタクモスクワ対 HFC、ハールレム戦で発生した群衆事故である。この事故により66人のスパルタクモスクワのサポーターが亡くなったが多くは若者であり、2000年代以降においても、 ロシアスポーツ史上最悪の惨時と呼ばれている。当日、スタジアムでは UEFA カップ1982から83の2回戦、地元のサッカークラブであるスパルタクとオランダの HFC ハーレムが試合を行われていた。スパルタクがリードして迎えた終盤、観客が帰り始めた際に追加点が入ると大歓声が起き、驚いて戻ろうとする群衆と帰ろうとする群衆が、 工作した。寒波のため階段が滑りやすい状況になっていたこともあり、大規模な将棋倒しが発生、多数の死傷者が発生した。当時のソ連では事故や不祥事を公にしない方針を取っていたこともあり、当初は死者数66人とする数字が公表発表されていたが、ミハイル・ゴルバチョフ政権によるグラスノスキ政策により情報統制が緩和されるようになった後、 1989年に政府スポーツ委員会の新聞、ソビエトスポーツが死者340人と報じるなど340人以上とする推計がなされるようになった。その後、レーニンスタジアムはルジニキスタジアムに改称され、同スタジアムを本拠地とするスパルタクは毎年10月20日前後に異例のためのイベントを実施している。ありがとうございます。